次に長谷川海智君。はい、私は立憲民主国民社保無所属フォーラムの長谷川海智でございます。今日は貴重な質問の機会をお与えいただき本当にありがとうございます。と申しますのは、地方再生、大変この重要なこの委員会という位置づけで私もこの委員会に所属をし続けさせていただいております。しかしなかなかこの会議の中でこの委員会が開かれないという場面が多く、私たちはこの委員会の重要性を認識しておりますが、そういうことも勘案して、党によってはこの委員会がの設立に反対をするという党もあるというわけでありまして、こういった面で政府としてもこの肝煎りの安倍総理の委員会であると認識しておりますので、ぜひ特段な配慮と審議時間の確保をお願いを申し上げます。最初になりますけれども、地方再生事業の大規事業がいよいよ最終年度となりますが、その実績と課題についてまず大臣にお伺いします。その前段として、まず地方再生事業についてでありますが、それを是正するために、東京一極を是正するために4つとして挙げられている項目について、あえて述べさせていただきます。これは地方に仕事を作り安心して働けるようにする。2つ目としては、地方への新しい人の流れを作る。さらには若い世代の結婚出産子育ての希望を叶える。そして時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連携する。このように挙げられて、これに向かって一体となって取り組まれたこの5年間ではなかったかと思います。こうしたことを基本として政策が実施されてきていると思われますが、地方から東京への一極集中は2013年、96,524人が、3年後には12万人、さらには2年後の現在、2018年の調査では135,600人と全くとどまるどころか加速をしている状況であります。そこで地方創生の事業がいよいよ最終年度となりますが、その実績、また課題についてどのようにお考えになるか、大臣のご所見をお伺いいたします。委員長。田村国務大臣。答えいたします。第一期におきましては、地方ならではの強みや魅力を生かした取り組みが全国各地で行われたと認識しております。国としてはそうした地方の取り組みを地方創生推進交付金などにより強力に支援をいたしてまいりました。この成果として全国各地で魅力ある地域づくりが行われてきたところであると存じております。他方、景気が良くなる中、東京一極集中の傾向が続いております。さらなる地方創生の取り組みが求められていると考えております。このため地方への新しい人の流れを作る観点から、地域とつながる人や企業を増やす取り組みとして、いわゆる関係人口の創出や拡大、そして企業版ふるさと納税の活用促進などを強く推し進めていきたいと考えております。これらの取り組みにつきましては、年内に策定する第2期総合戦略に反映してまいりたいと存じております。以上です。長谷川海智君。はい、大臣のご答弁によると、成果も出ているということで、一極集中はこの景気の拡大というか、景気が良くなったから集中しているんだというご答弁でありますが、本当に大臣は日本の経済環境、景気が良くなったとご認識していらっしゃるのか、再度この点についてご質問をさせていただきます。田村国務大臣。私の感じる限りところで、
日本経済の景気等々については悪い時よりも良くなっておるという兆候を感じます。以上です。長谷川海一君。はい、東京一極集中と市場創生に関わるのでちょっとしつこいかもしれませんが申し上げます。この日本の GDP、 この30年間で 105%、 諸外国は OECD であります。 OECD 諸国は2倍以上、中国は14倍まで拡大しております。また日本の我々国民所得について申し上げれば、この20年間実質的には15% の目減り、実質賃金が、そういった中で地方は疲弊し続け、私は群馬県の太田市という20万都市に住んでおりますが、中央商店街はこの間も申し上げたかもしれませんけれども、商売をやっている方たちはほとんどいらっしゃらない、2割はいらっしゃらない、後継者はほとんどいない。で、4年ぐらい前まではこの4割ぐらいがいた、さらに4年ぐらい前は7割ぐらいやっておりましたけれども、この10年間の景気の落ち込みは地方は極めて厳しい中で、この成果というのは厳しいことがあるということはご指摘せざるを得ません。そしてこの目標としているものについて、地方に仕事を作り安心をして働ける、地方に仕事が本当にできているんでしょうか、安心をして子どもを預けて働けられるんでしょうか、収入は確保され結婚ができるんでしょうか、この辺まで勘案するとまさに大きな課題に直面して、その前でこのご努力をなさっている、ご苦労なさっているのが今のこの委員会の姿ではないかというふうに申し上げざるを得ません。またこの4番目についてでありますけれども、若い世代の結婚子育てについては、この収入減少、非正雇用が若い人たち4割結婚できない、貯金ゼロ、日本の最大の課題は何かといえば、一極集中と同時に人口減少に歯止めをかけること、人類が経験したことのない速度で超高齢化、超少子化社会に入って今その真っただ中言われて親しいわけですけれども、これについての希望は全くどこにも見られないというのが今の現状。そういった中で次の項目でありますけれども、時代に合った地域を作り安心な暮らしを守るとともに地域と地域を連帯するという中で、この収入減少、人口減少とともにこの医療格差も否めません。例えば地域においては病院がない、お医者さんにかかれない、だからここに住みたいけれども農産村に住みたいけれども、教育環境も医療環境も整っているけれども空き家に入れないという状況もあります。この点をご指摘をさせていただき、次の質問へ移らせていただきます。次の質問は、地域に根ざした一次産業の従事者である農業、林業、水産業に携わる人々の減少、これは甚だしく、まあ、農業従事者一つとっても平成の初め30年前今350万人前後いたというふうに記憶しておりますが、30年後の現在は152万人台まで減少している、これが実態であります。さらにその勢いはとどまることはありません。また林業従事者がどのくらいいらっしゃるか聞けば唖然とする数字にまで落ち込んで、この防災対策からしても下草が枯れない、枝打ちができないために集中豪雨で土砂災害に遭う地域が頻発している、こんな地方の状態、地産地水といいますけれども山の状態にまで落ち込んでしまっている、まあ、さらには先般改正された改正か改悪か分かりませんけれども、この漁業法に至ってはこの改正により全国津々浦々の前浜を守ってくれた漁業者が大規模漁業への転換によってこの漁村を離れ過疎化が進むことに追い打ちをかけて、こういう政策が政府によっては矢継ぎ早に繰り広げられるということはこの場で申し上げざるを得ません。こうしたことからも政策によってこうしたことからも地方創生とは裏腹に地方の過疎化と東京一極集中が進むことを危惧いたしますが、これについてのご所見を
お願いいたします。はい、北村国務大臣。地方の人口減少に対応して活力ある地域を作るためには、地方の仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を作り、地方への新たな人の流れを生み出すとともに、好循環を支える町を魅力あるものとすること、これが重要であると考えております。私が先日視察をさせていただきました宮崎県の日南市の例を申し上げさせていただきますと、油津の商店街は高齢化などにより一度はにぎわいを失ったものの、 IT 企業11社を含む29店舗の誘致に成功され、その結果商店街の通行量は3倍近くに増加したということをお聞きし、報告を受けております。仕事が人を呼び、町がにぎわいを取り戻したという地方創生の優れた事例ではないかというふうに認識したものであります。このような地方地域の魅力、あるいは強みを生かした活力ある町人仕事創生、これらを全国津々浦々に進めていくことで、各地域の活性化につなげてまいりたいと考えておるところでございます。以上です。はい、長谷川海一君。はい、大臣のこのご答弁の内容は理解できますし、評価もさせていただきたいと思いますが、この国の実態、政府の実態はこれとは全く裏腹であることを、ここでは再度ご指摘をさせていただきます。成功事例は宮崎の部分にはあります。ただ全国津々浦々に、私の地元で行くと、前橋市というのがあります。この素晴らしいこのオリオン商店街というのがあります。前橋ブルースという歌にも歌われた繁華街でありますけれども、ほとんど日中人が通ってない。今日は商店街の休みの日というのが地方の都市の実態。たまたま前橋がこの都市の中では、県庁所在地の中ではこの土地の評価額が一番低いというこの汚名もありますけれども、これだけではないと思うんですね。ですからそういった部分で政府挙げての地方財この創生を委員会をバックアップしての取り組みを期待して、次の質問に移らせていただきます。構造改革特区法の一部を改正する法案についてであります。まず酒税法の特例についてでありますが、まず一つとして、これまでの構造改革特区法の特例措置として、認定計画特定農業者が製造するこの他醸造酒、どぶろくというんでしょうか、や果実酒について製造免許に関わる最低製造数量基準を適用しない規制の特例措置が措置されております。これに対して本法律案により新たに措置する製酒については、最低数量製造基準の廃止や緩和ではなく、体験施設を一つの醸造場とみなしつとしておりますが、その理由は何か、政府は既存の特例措置との公平性やバランスについてどのように考えているか、お考えをお伺いいたします。村上審議官。お答え申し上げます。今回の特例はすでに清酒の製造免許を保有する事業者による地域からの提案を受けて、また実現に向けてご相談を重ねる中で、税制改正により措置するということを決めたものでございまして、具体的には先生からもご紹介賜りましたが、すでに清酒の製造免許を保有する社に対象として、最低製造数量基準等の新たな免許の取得に必要な手続きや要件を満たすことなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くという手段を選んだところでございます。今後とも地域からの具体的提案に基づいて、規制改革を実現してまいりたいというふうに考えてございます。長谷川海一君。はい、次の質問に移らせていただきますが、2番目として、本法律案における特定措置は
清酒の製造体験施設を提供する場合に限定されております。その他の種類の体験施設は含まれておりません。地域活性化の観点からは他の種類についても同様の特例措置を検討する必要が少なくともあるのではないかと思いますが、これについてはいかがでしょうか。小野大臣官房審議官。お答えいたします。酒税につきましては、酒類製造者が所得の有無に関わりなく納税する必要があるということで、納税の確保という観点から一般に採算の取れる規模の製造が可能であることが必要であるという考え方を取っております。このため酒類の製造免許の付与にあたりましては、酒類の区分および製造上ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合年間60キロリットルとされているということでございます。で今般この特区の措置でこの特例を設けておるわけでありますけれども、仮にこれを一般的に最低製造数量基準を緩和したという場合には、採算の取れない製造者の増加を招きまして、滞納の発生などにより酒税の確保に支障をきたすことへの懸念があるということ、あるいは税務当局による実態の把握が困難になる恐れがあるということで、酒税制度の根幹に影響を与える問題が生じかねないと考えておりまして、そういった一般的な規制緩和についてはなかなか難しいものと考えております。長谷川嘉一君。はい、税という観点からお答えをいただきましたけれども、私はその点については触れておりません。体験施設他の種類にも開放するべきではないかという指摘をしました。次の質問に移ります。他の種類の数量引き下げによって多くの施設の設立につなげることができるというふうに逆に私は思うんですね。採算ベースは難しいという話がありましたけれども、もう一度言います。他の種類の数量の引き下げによって、より多くの施設の設立につながるできる機運を醸成することはできるんじゃないですか。やっぱり採算性から難しいですか。小野官房審議官。お答えいたします。繰り返しになりますけれども、この最低製造数量基準というものは、酒税の確保の観点から、一般に採算の取れる程度の規模の製造可能ということで、種類の区分ごと、例えば清酒ですと60キロリットルでありますけれども、例えば短式蒸留焼酎ですと10キロリットルというようなことで、お酒の種類に応じて採算の取れる規模ということで、基準を設けております。したがいまして、これお酒の種類ごとということでございますので、それぞれ採算が取れないようなことになりますと、酒税の確保というその制度の根幹に関わることになりかねないので、一般的な基準の引き下げということは、にわかには難しいということでございます。菅海一君。はい、政府税の分野からはここに規制をかけなければいけない。逆にこの希望する人たちはこの歯止めがあってなかなか起業はできないという狭間にある可能性がありますので、十分ご検討いただくようご要望申し上げます。次の質問に入る前に、先週 NHK で夜の番組でこのドンペリのこの製造責任者であった方を30年勤めた方が石川県立山市に入って、これから日本酒を手掛けてこの日本酒にその人生をかけるという報道がありましたけれども、ご覧になってはいないとは思いますけれども、10時台でありました。で3年間かけて地元の自治体や酒造メーカーと協力をしてこういったものにいよいよ踏み切ろうとしているわけでありますけれども、こういった機運一つ一つとっても、この日本酒にとっては大きな魅力がある。また、これもこのいただいた表ではありますけれども、この製造額はピークから比べて3割まで国内消費は落ちている。ただ、この輸出は右肩上がり、急成長ということがありますので、この辺についての支援も十分にされているということと思いますが、もう一つ、この国内の酒造メーカーの方がアメリカ、そしてフランスに行って、フランスにおいてはフランス米でお酒を作り、そこの五つ星のソムリエにテスティングをしてもらい、これはいけると
というお墨付きまでもらって頑張っている、こういう酒造メーカーが海外に展開をして日本酒、国内の日本酒を超えることが私の使命です、それが日本人としての使命ですというふうにおっしゃっておりますけれども、こういった動きについて地方の酒造メーカーにも大きなこの希望を与える動きと思いますが、この辺について大臣のご所見がもしあればお聞かせいただけると幸いであります。あれば北村国務大臣お答えいたします。国外から多くの方々が清酒の製造体験をするために現地に足を運んでいただき、地元の方や文化に触れることによって地域の特色ある清酒への理解が進み、交流人口の拡大などを通じて地域の活性化につながるものと考えております。また製造体験の滞在中に特区内の各地域の創意と工夫により地域ブランドの価値の増進やにぎわいづくりの機会が図られるものと考えておるところでございます。はい、長谷川喜一君。はい、そういう観点、失礼しました。はい、ありがとうございます。そういう観点からやはりこの大所高所からこの担当部局をご指導動かしていただけるようご要望を申し上げ、次の質問に移らせていただきます。地域再生法のもう一つの部分でこの空き家、農地付き空き家についてであります。私の住んでいる群馬県においても、ちょうど 4,5 日前地元市でこの希望者が空き家がたくさんあるとで、県としては東京に出向いてこの説明会を開いてこれにつなげているということで、一定のこの数量が、一定のこの成果が上がっていると。しかしその紙面上をお借りすると、ただ新潟や長野と比べれば群馬の成功例は格段にまだ低いというふうなことも言っておりましたが、この辺の状況について関係当局のこの今ご認識はどのようになっているのか、まずお伺いしたいと思います。中原審議官お答え申し上げます。地方では人口減少による活力の低下や空き家の増加が課題となっておりまして、平成30年度においては賃貸用売却用等の市場で流通する住宅以外のいわゆる流通している住宅以外のいわゆる空き家が全国で今約349万戸あるとされております。こうした空き家の流通を促進するために全国各自治体、群馬県の例も先生おっしゃいましたけれども、そういった空き家情報が掲載されている全国版空き家空き地バンクが運営されておりまして、本年9月時点で約1万件の空き家等が登録されているところでございます。このような中、特に農村地域では全国を超えるペースで人口減少が進んでおりまして、空き家や有給農地の増加が課題となっておりますけれども、一方で地方への移住希望者は農業に対する関心が高いというアンケート調査もございます。このため今回主に農村地域へ移住者を対象に空き家と農地をセットにした農地付き空き家の取得を容易にして、よって農村地域等への移住を促進することとしております。具体的には、都道府県知事等が計画区域内にある既存住宅の用途変更について許可処分を求められたときは、その取得が円滑に行われるよう適切な配慮をすることとして、空き家にかかる許可に対する予見可能性が高まり、活発な取引が行われることが期待されているところでございます。長谷川嘉一君。はい、私もびっくりいたしました。全国で349万戸あるということを掴んでいらっしゃる、これについての対策ももちろんされようとしている、あるいはされているということで、この認識をいたしましたが、群馬県においても1500件ほど掴んでいるということですけれども、単純に割ってみると大体100分の1なもんですから、群馬県も3万件ぐらいは、そういった対象農家があると
いううちの1500件ということで、まだまだこの対応をしっかりとやっていかなければいけないと思いますが、これについてのこのご決意というか、お考えがあれば、再度お聞かせいただきたいと思います。中原審議官。お答え申し上げたいと思います。今申し上げました農地付き空き家の制度をですね、これからも普及促進に努めまして、目標としては先行事例でですね、先進的な自治体で取り組んでいらっしゃるところではですね、今までと比べて約3割ほど、2割から4割ぐらいの移住者の増加ということが実績として、目標として挙げてらっしゃる自治体がございますので、この制度の目標としてもですね、5年間で約3割程度移住者を、これに取り組んだ自治体におかれましては5年間で3割程度の移住者の増加を目標としているところでございます。本制度を各地で幅広く活用いただいて、移住促進と空き家解消につなげるため、政府として移住定住を支援するさまざまな他の施策を PR する中で、関係省庁とも連携して、地方公共団体や移住希望者等に対して制度の周知、活用方法の助言に十分努めてまいりたいと考えております。長谷川海一君。はい、政府としてもさまざまな対応をするというお約束をいただきました。ご決意をいただきました。それについてはやはり教育の問題、から医療の問題が大きなネックになってまいりますので、これは政府としてもしっかりとした対応していただくことをご要望して、次の質問に移らせていただきます。次は、地方における外国人材の受け入れによる活力の創出という部分であります。わくわく地方生活実現政策パッケージの着実な実行として、地方における外国人の人材の受け入れについて、新たな在留資格の創設、先ほど松平委員からのご指摘もありましたが、伴う地方創生の取り組みへの支援についてお伺いをいたします。新たな在留資格の創設を踏まえ、地域における外国人材の活躍と共生社会の実現を図る地方公共団体の自主的主体的で先導的な取り組みについて、地方創生推進交付金により積極的に支援とするとありますが、具体的にはどのようなものかお聞かせいただきたいと思います。高橋、次長。お答え申し上げます。外国人材は地域経済社会の新たな担い手としてさらなる活躍が記載されており、その能力を最大限に発揮し地域に定着できるよう受け入れを推進するとともに、その環境整備として多文化共生社会の実現を図ることが重要であると考えてございます。本年6月に策定した町人仕事創生基本方針2019では、外国人材の受け入れ支援や共生支援など有料支援の収集横展開を行いまして、地方公共団体の自主的主体的で先導的な取り組みについて引き続き地方創生推進交付金により積極的に支援することとしてございます。地方公共団体による創意工夫にあふれる取り組みを後押しするとともに、関係府省と連携しながら各地域で外国人材が活躍できる共生社会の実現を図っていく所存でございます。長谷川海一君。はい、私の質問の中には地方創生交付金により積極的に支援するとあるが、具体的にはどのようなものがあるかお聞かせくださいと申し上げました。高橋創生本部事務局次長。はい、外国人の受け入れを推進いたしますとともに、多文化共生社会の実現を図るための調査を実施しまして、外国人受け入れ施策に係る先導的事業を地方公共団体に周知して横展開することを考えてございます。長谷川海一君。はい、地方創生交付金という部分はちょっとよく理解できませんが、そういうご答弁であったということで、受け賜っておきたいと思います。先ほど松平委員の方からのご指摘にあった、日本のこの特定技能、在留資格をもってすると、5年ごとにずっと居続けられる、10年でも15年でも20年でも25年でも居続けられる、またそういった人たちが病気になった場合は、医療も受ける、
また生活保護が必要になった場合は、これは最高裁では違法となっているようでありますけれども、各自治体においては、この生活保護も支給していると、こんな実態もあるわけであります。この日本の移民の定義というのはないそうでありますけれども、外国から見ると日本は移民大国と言われている、ご存知だと思います。国連もそういった位置づけで日本を見ている、さまざまな勧告をしている、このことをしっかりとご議論して、明確な指針を示して、外国人と外国人労働者とどのように向き合っていくか、日本の将来を、人口減少をこれで埋めるのか、あるいは独自で賄って、あくまでも一定期間で帰っていただいて、共生社会でこの国際交流 に資する受け入れをして帰っていただくのか、これも含めて明確にしていかなければいけないという感想を申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。次に。